まあ、皆さんからしたら憧れの存在という。そうですね、ちょっとそうですね、ちょっとそうですね、ちょっとちょっと気になる。おい、何ですか、ケン君思った尊敬、誰も尊敬してないんですか、リサのことを。はい、やりました。